森崎ウィンは、ミャンマーヤンゴン出身の歌手、俳優。2020年より、森崎ウィン名義で、メジャーデビュー。ミャンマーヤンゴンで、ミャンマー人の両親のもとに生まれる。両親が日本に勤務していたため、ヤンゴンで、英語学校に行っていた祖母とミャンマーで暮らし、10歳の時に土日。14歳の夏休み、ミャンマーに戻り、仏教寺院にて9日間の出家修行を行う。 出家修行終了直前に面倒を見てくれていた先輩のお坊様が手相を見てくれ。君は人前に立つ仕事をするねと言われ。当時サッカー少年だったウィンは当然サッカーで有名になるものと思ったが、日本に戻ってきてすぐの練習でコーチにお前はセンスがないからやめた方がいいと言われ、言われたことと全然違うと思った。しかし、 サッカーの試合の帰りに当時好きだった女の子に会うために待ち合わせ場所のエビスのピーコックストアの前に立っているところをスカウトされスターダストプロモーションに所属となる当初は本名のウィンだけで芸能活動を始めようとするもオーディションなどの資料出しの時カタカナの名前だけでは日本語が喋れないのではないかと思われる可能性があり お芝居の仕事などの時に通りづらくなるから、名字を付けよう、ということになり、森崎という名字を事務所が付けた。2008年にプリズマックスに加入。イベントやライブ出演などで活動し、同時期に俳優としてもデビューする。2010年8月、他のプリズマックスメンバーと共にネイキッドボーイズの結成メンバーとなり、同年末に卒業する。2012年、 尾崎豊が追悼映画、シェリーで、初めて主演を務める。2013年3月、プリズマックスとして、シングル、ミステリアス・アイズ・ゴーで、CD デビュー。セカンドシングル、レディは、森崎が作曲した。2015年4月、FM 横浜にて、初のラジオパーソナリティを務める。2016年6月、スティーブン・スピルバーグ監督の新作。 レディプレイヤー1で主要キャストに抜擢されハリウッドデビューが決まる。プリズマックスとしての活動は一時停止。その後撮影を終え、プリズマックスとして活動を再開する。2018年8月、ミャンマー観光大使に任命される。2020年3月27日、プリズマックスはデビュー記念日に解散した。 2020年6月9日、森崎ウィンとして7月1日に配信シングルパレードパレードでコロンビアインターナショナルからメジャーデビューすることが決定した。7月1日公式 YouTube チャンネルを開設。ありがとうございます。